嫌いだった。あの子の視線の先には丸い目の可愛い女の子がいたから、大して変わりはしないことは分かってはいるけれど、最低限には綺麗にしておきたいのです。お母さんの化粧台に背伸びして初めて引いた口紅、髪を切ると新しい気持ちできない。いくつもの嘘と優しさに頭でっかちにされて、ほころびを隠しながら今日も伝え歩く。小さくて華奢な女にはどうせなれないからと、ありのまま背の低いことを気にする男がごめんねと言う。そんな彼は言った、君の目が好きだよ。あの子の視線の先には丸い目の可愛い女の子がいたから。